毎年20万人が利用する人気口コミサイト就活会議、3分でできる自己分析ツールやプレゼントは下の概要欄の LINE 公式アカウントからぜひお願いします。皆さんこんにちは、就活会議の池田智也です。今回は三井住友信託さんの本選考に参加された中山さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介をお願いします。慶応義塾大学経済学部4年の中山と申します。大学ではダンスのサークルを友人と作って運営をしていまして、それをガクチカとして話させていただいておりました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実際なんか本選考に参加された際はどのような業界を見ていらっしゃったんですか？金融と商社と不動産を見ていました。その中でどのような軸で企業を選ばれてたんですか？実は前回の動画で2つ軸を話させていただいたんですけれども、金融の会社を受けるときには実は軸を変えて話しておりました。というのも、金融の仕事とあと不動産商社の仕事ってやっぱり少し毛色が違うのもあって、そこを変えて話していました。金融で話していた軸というのが、一つ企業のターニングポイントに関われること、ここで出発をしているというように話していました。ありがとうございます。結構職種理解というか仕事の内容すごい理解されて軸を喋られてるのかなって思うんですけど、職種理解というか業界研究とかって結構されてたんですか？そうですね、実際に私も受ける企業っていうのは相当絞っていた方だとは思っていたので、その中でどういう職種があるのかというところは自分で詳しく調べたりはしていました。実際社員さんの方とお話しする機会も多かったので、そこで理解を深めていったというのもあります。ありがとうございます。結構自分どういう企業を受けようかなって迷ってる方多いと思うんですけど、他になんかやったことがあればお伺いしたいです。やったこととしては、とにかく配布された資料だったりマイページに上げられている動画とかを読み込むということですね。そこに自分が知りたい情報ってほとんど書いてあるので、とにかくそこをしっかり読めば絶対に他の学生との差別化になると思います。なるほど、ありがとうございます。自分を受ける前に知りたかったですね。ちなみになんかなぜその三井住友信託さんを受けられたんですか？きっかけとしてはサマーインターンに参加したことでした。でその当時はとにかく信託銀行っていうものがよくわからないから出してみようというような気分で出してみて、サマーインターンに参加することができたんですけれど、実際信託銀行ってすごく仕事の幅が広くて楽しいんだろうなというふうには思っていて、そしたら1月頃に企業の方から電話がかかってきまして、本選考に参加をする前にうちの社員と話をしてみないかっていうようなことを言われて、そこからいろいろな社員の方とお会いさせていただく機会をいただけたっていうふうになっています。ありがとうございます。どのぐらい社員さんと会われたんですか？私の場合は7名ほどの方と会わせていただきました。かなり多い方ではあるなと思います。ちなみになんかその中で記憶に残ってる話とか、この社員さんいたなみたいなものってございますか？大きく印象に残っているのは女性の社員さんの方でした。その方はすごく私が実際に抱いていた三井住友信託っぽい方ではなかったんですね。具体的に言うと、すごく意見をズバ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 学生に対しても本当に社員と話しているかのようにアドバイスをくださいましたし、自分が面接で言おうとしていることの中で論理が破綻しているところは容赦なくついてきて、ここはこういうふうに変えた方がいいというように、本当に社員の方と話しているというより就活アドバイザーの方と話しているのかなっていうぐらいすごく助けていただいて、実際その方に最終面接の直前もお手伝いしていただいたので、それで通ったと言っても過言ではないかなと思って、すごく印象に残っています。なるほど、ありがとうございます。実際どのぐらい1回に対してなんか社員さんとお話されてどんなことをお話するんですか？1回30分ほどを時間としては取りまして、内容としては主に軽く面接のような形で進んでいったというふうに記憶しています。具体的に申し上げますと、例えば学生時代に主に何をやっていたのっていうような感じで、雑談形式の面接のような形で進んでいっていました、うん、ありがとうございます。おそらくそういったことって実際の面接とは違うような形でっていうふうに企業さんはおっしゃると思うんですけど、うん、なんか選考の要素とかってあるんですかね？最後に聞いた話にはなるんですけれども、一回一回確実に選考は行われていたというふうに伺いました。そうだったんですね。ちょっとじゃあしっかり面談の頃から準備していかないとダメですね。本当に面談は面接だと思って、矛盾点とかもなるべくこうないように話すことは大事だなと思いました。ありがとうございます。そ
その実際になんか面談とかに向けて準備されたこととかってありますか？とにかく部署や仕事の理解を深めることでした。毎回毎回話す社員さんの部署が違うことが多くて、その度にやっぱり社員の方に逆質問する時間も多かったので、そこで何を質問しようかっていうことになると、やっぱり職種の理解が必須だなと思ったので、まずは次の社員さんの方を紹介してくれるときにその方の部署を聞いて、でその部署のことについてまずちゃんと調べてから面談に臨むようにしていました。素晴らしい準備力ですねとんでもないです。本当にその場で質問考えるのがすごく苦手だったので、そういう準備は必須でした。なるほど。選考フローについてもお伺いしたいなとは思ってるんですけど、選考とかってどういったところから始まってくるんですか？7回ですね、面談を終えた後、最後にいい印象を受けたので、ぜひ本選考に進んでほしいというような話を社員の方から受けました。でその後に形式上の ES を提出して、それはほぼ 100% 取るというふうに言われました。で提出した後に本選考の面接が2回ありました。その面接2回受けた後に内定という形でいただきました。ありがとうございます。本選考面接2回というふうにおっしゃっていただいたんですけど、面談とはなんかここ違ったなだったりとか、はい、なんか記憶に残った質問とかされましたか？1回目がですね、かなりガクチカを深掘るような面接で、やっぱり面談の和やかな雰囲気とは違って、しっかり鋭い質問がたくさん来たなという印象に残っています。でもやっぱり面談でいろいろと社員の方とコミュニケーションを繰り返していたので、特に返しに困ることはなかったですし、雰囲気は厳しいんですけれども、そこで面談をちゃんとやってきた甲斐があったなというふうに感じました。そして2回目の本選考の最終面接ですね、こちらは本当に全く経路が違うものになっていまして、どちらかというとパーソナリティチェックのような面接でした。というのも1回目が尖った質問がたくさん来たので少し身構えていたんですけれど、例えばあなたは自分のどこが弱みだと思うとか、三菱 UFJ さんもあると思うんだけど、どうしてうちを選んでくれたのとか、そういったことを本当にトゲなく柔らかく聞いてくれて、すごいリラックスした形で最終面接には臨むことができました。ありがとうございます。実際選考参加されていて、企業さんとかの印象ってどんな感じですか？とにかく論理性っていうのが1つ、そして人間性っていうのが2つ目、この2つがとにかく細かくチェックされているなというふうには感じました。やっぱり話の中で矛盾があると、そこをしっかり疲れるなというのは感じましたので、そこを自分で論理をしっかりと整えるってことは大事だなと思いました。あともう1つは、結構パーソナリティっていうのは重要視されているのかなっていうのを感じていて、正確に何があるのかどうかとか、やっぱりそういう自分はこの学生とうまくやっていけるのかどうかだったり、社員の方から見た学生っていうところをすごくこう重要視されているな、評価されているなというのは自分の中で感じたところでした。なるほど、ありがとうございます。はい、7回の面談と2回の選考を受けた中で、なんかこういった方々がなんか求められてるんじゃないかだったりとか、こういった方はより会社さんに合うんじゃないかみたいなものってございますか？おそらく求められている人材としては、本当に先ほど申し上げた通り、論理性、人間性、この2つをバランスよく持ち合わせている方が通りやすいのかなと思いました。やっぱり論理性だけ持っていても、少し人間関係を築くのが得意ではないというような方は受かりづらいだろうなというふうにも感じましたし、かといってコミュニケーション能力だけで論理性がないっていう方も絶対に受かる確率は低いだろうなっていうのも感じたので、そこの2つをちょうどよく合わせ持っているっていうのが三井住友信託銀行で求められていることなのかなと感じます。ありがとうございます。実際にその内定されたとなったんですけれども、評価されたなっていうふうに思うポイントだったりとか、なんかもっとこういったところ準備できたらよかったなって思うことございますか？評価されたなと思うポイントは、実際面接の質問にはハキハキと論理性よく答えられつつも謙虚さを持って臨めたところかなと思っています。やっぱり先ほど人間性がすごく見られるっていうふうに申し上げたんですけれども、論理だけで突破するんじゃなくて、自分が強調したいことっていうのを謙虚さを持って言えることがすごく重要なのかなと思ったのもあって、やっぱりそこで自分をこう押し出しすぎずに面接に臨めたっていうところは評価されたのかなと思いました。改善点としては内定をいただけたので、自分なりの意見にはなってしまうんですけれども、
本選考の最初の面接の際にすごく尖った質問をされた時にあまりうまく答えられない時がありまして、その時に自分で無理やり理屈づけてこう返してしまったところがあったんですけれども、そこは一旦ちょっと考えてもう一回答え直してもよかったのかなというふうには思いました。論理性が大事だなというふうに感じていたのもあって無理やり返そうとしてしまったんですけど、そこは一旦落ち着いて本選考でもリラックスして臨めたらよかったなというふうには思っています。ありがとうございます。じゃあ本当に面談だったり選考を通してしっかり本当に準備ができているかってところだったりとか、その論理的なところができるかってところがしっかりできた上で、パーソナリティのところも見られてるってことなんですね。おっしゃる通りですね。面談でどれだけ準備を詰めたかっていうところが重要なのかなと思います。ありがとうございます。実際に面談も重ねていい社員さんとも会われて内定もされたということなんですけれども、実際その企業さんには行かないっていうことなんですか？はい、実は行かせていただく企業は別の企業になります。どのような理由でそういったふうに考えられたんですか？理由は主に2つあると思っています。1つは勤務地が全国にあるということです。これもリアルな話にはなってしまうんですけれども、やっぱり信託銀行って本当に全国に支店が散らばっているので、やっぱり勤務地ってどうしてもどこになるかわからないですし、そういったリスクはあるなというふうに思いました。そして2つ目の理由が金融畑で歩むということにちょっと躊躇したからです。一度金融の世界に入ってしまうと転職しようと思ってもどうしても金融の同じような業種になってしまうっていうような話を聞いていたのもあって、自分がそういった金融畑で歩むっていう覚悟でできなかったのもあって信託銀行を選ぶことにはなりませんでした。なるほど、ありがとうございます。はい、今後もその三井住友信託さんを受けたいと思う学生さん多いと思うんですけど、そういった方々に向けてメッセージをお願いします。私は実際にはこの企業には就職をさせてはいただかなかったんですけれども、実際社員の方々にたくさんお会いして本当にいい方ばかりだなと心から思いましたし、実際この内定を私がいただいたのがこの企業が初めてで、もうここに就職してもいいって心から強く思えるぐらいのとても本当にいい企業でした。なので皆さん本当に安心して就活を続けてほしいですし、ぜひいろいろな社員の方とお会いする機会もあると思うので、それを十分に楽しんで就活に臨んでいただけたらなと思います。ぜひ最後まで頑張ってください。ありがとうございます。今回は三井住友信託さんに内定をされた高山さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の動画がいいなと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画はここで以上になります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議の LINE アカウントに登録して3分間で自己分析にチャレンジ、自分の性格、向いてる職種、選考対策をぜひチェックしてみてください。プレゼントも定期的に配信しています。ご視聴いただきありがとうございました。